ワンランク劣ったものっていう認識してると思うんですよ、アジア人のこと何にも知らないんだなっていうのがもう本当に透けて見えてしまうんですね。レッドカーペット立ってます、普通に立ってるね。だからそう考えると僕、まあ、僕たちが想像しているなんかこのエンタメの最先端であるハリウッドでもそういった思想の方がいらっしゃるってことなんですね。そうですね、もともとそのアジア人をワンランク劣ったものっていう認識してるっぽいんですよ。その白人と同じところにいない、その、まあ、つまり1ランク落ちたものっていうふうに認識してるっぽくって、口には出しては言わないんですけど、それをベースに考えてそのまあキャスティングとかをしてたりするんですよね。そのどういう時に分かるかっていうと、例えば台本もらいますよね、役設定にもう出ちゃってるんですよ、その向こう側がどういうふうな考え方をしてるかって。例えばスティーブって書いてますね、スティーブ白人35歳、うん、繊細でトラウマを抱えていると、うん、で、Facebook の CEO のようなイメージって書いてあるんですよ、ヒロ、アジア人、35歳、終わり。あー、なるほど。はー、そういうことか。それで、アジア人というものはあなたの中でこういうイメージがあるでしょ、それを求めてるのよって言ってるんですよ。細かい性格だとかそういうことじゃなくて、もうアジア人というものを一括りにして、もうそれがイメージとしてあるんです。へえ。これとかはやっぱりその逆設定を見たら、あ、この人はアジア人のこと何にも知らないんだなっていうのがもう本当に透けて見えてきますね。結構オーディションとか基準は平等じゃないですか。だけど、さっきみたいな、要はちょっと、人種問題平等じゃない部分もあるじゃないですか。それはどんな気持ちでやらなきゃいけないのかなって。まあ、平等というふうに、まあ、軽く言っちゃったんですけど、純粋にそのオーディションの中で判断される平等ではないです。その俳優さんをその判断する基準がですね、その実際 その演技だけではなくて、その人の過去の作品の演技も全部考慮されるんですよ。で、それを、まあ、あとその どれだけいい作品出てるかっていうのを向こうが見て、それがその演技と その安定性を証明する材料になるので、あ、今素晴らしい演技をしているな、経歴を見たらいろいろ作品出てるな、じゃあこの演技がコンスタントにできる人なんだろうなっていう安定性を、まあ、見て初めて判断したりするんですよ。だから平等に確かにその受けることはできるんですけども、判断するときにはその過去の経験、過去の経歴も踏まえた上で平等に判断されます。なるほど。すごいな。でそれはでも本当に、まあ、あるあるというかよくあることってことなんですよね、今のはね。よくあります。はあ、それでもね、やっぱりこの大変なエンターテインメントの世界だと思いますけど、それでも夢があると思うんですよ。というかここでやっぱ働いてるわけだし、いろいろ辛いことある、大変なこともあるけれども、でもやっぱりハリウッドってこんないいことあるよなんていう話もね、最後に聞きたいんですけど、やっぱり影響力が凄まじいじゃないですか、そのハリウッド映画というものはその全世界に出ていくものですから、そこで僕がやってるメインのことはですね、その実際に役を取って、でその現場で間違っている部分、つまり明らかに日本人が見た時にこれは日本文化じゃないっていう部分が本当に、まあ、あるんですよ、それを実際に修正することによって、その世界中の人たちが思う日本人像というものが改善されていく、はいはいはい、それはやっぱりこっちにいる、こっちにいるから、まあ、できることっていうのはありますね。だからやっぱりそういったこの継承の流れで、やっぱり正当な普通の日本、そして日本の歴史みたいなものをこうなんか全てにこう伝えたいみたいな思いもあるんですかね。最初は
自分自身も分かってなかったので、ただ現場に行って俳優として仕事をしてただけだったんですけど、まあ、現場を重ねるにつれて、その誰も交渉をやってないんじゃないかっていうことに気がつきまして、はい、その文化交渉をやってない、その交渉ね、はいはいはい、日本文化のチェックを誰もしてない、うん、これは自分がしなきゃまずいなっていうふうに気がつきまして、うん、で、まあそれに気が付いたのが13年ぐらい前だったんですけど、そこからはずっともう本当にできる限り自分であらかじめ調べて、その越権行為にならないようにうまく行動して直していく。例えば、とあるテレビ番組で、その、まあ、僕自身が出演するシーンで道場のシーンだったんですね。で、スタッフのキャスティングにそのチェックする人がいなくて、で、まあ、僕一人が多分日本人でその現場にいて、で道場に入ってパッとその、まあ、壁のところを見たら、壁にその掛け軸がかかったんですよ、はい、で掛け軸に日本語でハブ薬局って書いてあったんですよ。ハブの部分はカタカナで薬局って書いて、ハブ薬局、はいはい、もちろんおかしいじゃないですか。なんですかね。でも誰も気づいてないんですよ。ああ、でも気づかないですよね、まあ、この方はね。これ何億円かかってるプロジェクトなんですけど、うん、そのチェックしてる人が誰もいないんで、そこにハブ薬局が思いっきりあるんですよ、うん、で、それを見て、あ、まずいなと思って、うん、で、監督に、これスピアヘッドスネークファーマシーって書いてあるんだけど、うん、って言ったら、そこで初めて気がついて、そういう意味かと、うん、で、実際にその放映された時には CG で直ってたんですよ。変えて、でもそれを松崎さんが言わなかったら、ハブ薬局そのままで、例えば知ってる日本人だとか知ってどうなってんだこれはということになってたってことですよね。へえ、そういう世界なんて。でも今後もちろんその役者活動を続けながらそういう言葉とかも勉強していきたいってことですもんね。そうですね、言葉を勉強すること自体大好きなんで、はい、まあ、これからもやっぱり続けていきたいです。いや、今後の活動本当に期待してます。今日はありがとうございました。本当にありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いやー、勉強になった。ビッグママズ and パパスピッツェリア。おお。ほら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 。どれどれ。ほら、例のエレン、あれはアカデミー賞の。あの右がエレンさん。あれ右がエレン。左が店員さん。店員さん。